JR 大阪東線の JR 淡路駅前であります。今ですね、西口の方にいるんですけれども、少しずつですね、雨の方がパラついてきたような印象ですね。その西口のですね、出てですね、右に見るとですね、現在工事が進められている阪急淡路駅の立体交差の、鉄橋を見ることができます。完成までにはまだ時間がかかりそうなんですけれども、ちょうどですね、下の方に3300系の大阪梅田行き、表示は梅田なんですが、準急が入ってきたところになります。7両編成ですね。で、今回はですね、この JR 淡路駅の方から、上信吹田上新城店の、真ん前になります、上新城の交差点まで歩いてみたいと思います。まずは JR 淡路駅を出て、東淀川区役所の本庁へと向かう道路、いわゆる菅原6丁目方面から歩いてくることになります。東淀川菅原7郵便局前の方に差し掛かってきました。そこにですね、踏切があるんですけれども、ここからもですね、新幹線のですね、高架沿いに行くことができるんですが、まあ、朝ラッシュ時間帯はですね、まあ、閉まっている時間帯がですね、ほとんどということで、今回は、引き続きこの道を歩いてくることにします。すなわち、ランドワン東淀川店方面、区役所方面、本庁の方へですね、向かうことになります。ちょうど菅原北公園の方に差し掛かってきたことになります。全体を見てもですね、だいたい半分は咲き誇ってきているという状況で、まあ、中には一部がですね、上の部分がですね、まあ、つぼんでいるところもあるんですけれども、だいたいは5割、こちらの木、桜に関してはだいたい8割は咲いてきているという印象ですね。ランドワン東淀川店前、菅原4丁目の交差点に差し掛かってきました。こちらから先を進むと拳通りの方へ、93号の板鹿の車庫前駅、東淀川区役所前経由のですね、ハイブリッドバスの方が入ってきたことになります。で、今回まだちょっと時間がありますので、今回はちょっと区役所経由の方で行ってみたいと思います。ちなみに菅原4丁目まで、700メートルをかかったということですね。ここからは拳通りの方へと進んで、東淀川区役所を経由してきます。東淀川区役所本庁の方に差し掛かってきましたが、朝からですね、本当に車の方が多くてですね、区役所も大変混雑しているようですが、ちょうど東淀川区役所正面のバス停に差し掛かることになります。区役所を出て左に曲がると、東淀川区医師会館の建物があります。この先はですね、方針コミュニティゾーンのですね、道路が続いているということになるんですけれども、その先を歩いてくると多古公園の、桜をですね、見ることができます。こちらが多古公園になります。この多古公園もですね、もう大体もう8割9割近くですかね、咲いてきているようなんですけれども、まあ少し雨がですね、ちょっとパラつき出しそうな印象になってきて、今日はですね、ちょっと公園の中にはですね、今誰もいない状況になるんですけれどもね、その桜並木の先ですね、見えてくるのが神戸屋パンの東淀工場となります。ちょうど今、大阪メトロ堺筋線の66系、09編成ですね、今、リニアルが08編成まで来ているんですが、原型としての一桁のですね、編成はこれが最後なんですけれども、まだですね、残っている状態ですね。その阪急京都線の、線路下をここでくぐってきます。その線路下をくぐってくると、右斜めには関大北陽高校のグラウンドですね、青のですね、トラックが見えてきます。そしてちょうど新幹線がですね、通ってきているんですが、新幹線の東海道新幹線高架下、そして左側の方に泉屋のですね、マークが見えてきます。こちらが泉屋上新城店になります。3階建て、そして地下にですね、食料品売り場がある、商業施設ということなんですけれどもね。そして関大北陽高校の、校舎もですね、見ることができます。5階建ての校舎ということですね。
ちょうど東海道新幹線の高架下をくぐってきました。すると東淀川郵便局前、東のバス停に差し掛かってくることになります。そしてその手前が NTT ビルということになります。上の方に電波塔があるところになりますね。あとはこの府道16号線、府道14号線の大阪高槻京都線沿いを歩くだけになります。伝令会館上新道歩道橋というネーミングライトのついた上新城の交差点到着となります。国道479号線、そして府道14号線がですね、交わる地点ということで、この先を進んでくると内環状線の方へと入ってくるということなんですね。さて、JR 淡路駅から東淀川区役所を経由して、上新城の交差点までやってきたんですが、距離が 2.32 キロ、時間にして27分55秒、歩数が3324歩の204キロカロリーということだったんですけれども、まあ、区役所経由がなければですね、まあ、距離はさらに短い、ことになるんですけれども、まあ、区役所まで歩いたということで、経由してきましたので、まあ、その距離になったということなんですね。まあ、空の方はどんよりと曇っているんですけれども、その歩道橋もですね、このように、間を交わるようにですね、三角形のような形になっているんですね。まあ、いわゆる三角形歩道橋というところで、まあ、クロスする、歩道橋ということなんですが、その上新城の交差点、いわゆる大阪市東淀川から吹田市へとつながる重要な、拠点の一つということなんですね。 JR 淡路駅から東淀川区役所を経由して上新城交差点までを歩いてきました。